皆さんこんばんは。わ、ゆうこちゃんでしょ。セイコです。ということで本日の動画は冬遊びフードはい、ということで、はい、まあ毎シーズンね、今食べるべきフードとかやってるんですけれども、でもうね、今食べるべきフードじゃなく、各にあるやつでもう皆さんこれぜひ食べてほしいっていうね、フードを、集めた、あ、ただそれだけの動画となっておりますはい、ぜひ最後までご覧ください。さあ、はい、それじゃあ早速1店舗目に行きましょう。せーの、fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag?ということで、まずはね、パーク入ってすぐのビバリーヒルズブランジェリーでございますと、なんとこちらから2つね、おすすめさせていただこうかなと思っております。はい、まず1つ目、フルーツティー。はい、出たー、ね、よいしょ、ということで、うわー綺麗、はい、めっちゃ綺麗。これはね、前のコザスとかでもね、飲んだような気がするんやけど、これちょっとね、飲む直前まで置いといてもろて、飲む直前にこう、ちょっとね、あんま行儀良くないかもしれんけど、こうあ、なるほどね。ああ、どこ行ってた？お花畑360度もう全部お花畑にちょっと今ね転送されてました。で、まあ入っているね、具材、いちご、ブルーベリー、これレモンじゃなくてオレンジですね。はい、あとローズマリーで、下の方にね白桃がありますと、あとラズベリー。はい、発売してすぐに頼んだ時はあんまりアナウンスなかったんやけど、なんか下の方にシロップが溜まってるらしくて、はい、それを混ぜんと飲むと、あの甘さ控えめのティーが楽しめるみたいで、よく混ぜて飲むとしっかりと甘みの効いたフルーツティーになるんだそうです。あ、また行ってたん、また行ってたんか、最高、ほら最高でしかないね、ほんまに。で、まあ、注意点で言えばね、まあ、ローズマリーが入ってるんで、ハーブがちょっと苦手な人は厳しいんじゃないかなっていうような感じです。で、コメントにもねいただいてたんやけど、前よりちょっと甘さ控えめになってるんじゃないかと。へー、はい、事実ね、多分そうです。なんかね、これまあ勝手な、考察やねんけど、5類に変わって砂糖を自分で取れるようになったんよね。だから自分で甘さを調節できるようにあえてしてるんじゃないかなと自分は思います。で、もう一つね、ごめんちょっと話長なるんやけど、おすすめな理由、これね、カウンターでも買えるんよ。そう、だからビバリーヒルズブランジェリーの店内が混んでる場合、カウンターが空いてたらカウンターで買うこともめちゃくちゃおすすめです。おー、はい、いいですね。これ一番おすすめなんじゃないかなっていうくらい最高の飲み物なので絶対飲んでみてくださいはい、ここまで4分喋っておりますまあ、ちょっと喋りたいこと多すぎて飲んで、これ。わあ、何それ。はい、コーンスープですね。チキンコーンスープです。まあ、これもね、常設になりつつあるんじゃないかなというものになるんですけれども、いただきます。わあ、うまそう。まあ言うて、これもね、めちゃくちゃおすすめやねんけど、ビバリーヒルズブランジェリーの提供ってね、キユーピーなの。あ、キユーピー、ね。俺が言いたいのは、これね、もうザ。キューピーやこれ、 あのあるやん、上にいっぺって塗るやつ、あれです。コーンもね、ほんまにしっかりとつぶつぶ、うわーすごいね、
でチキンは胸肉です。結構ねさやかが苦手なタイプの、鶏ですね、はい、俺は大好きやねんけど、ここはね結構好き嫌い分かれると思いますので、そこだけ注意いただければと思います。ただ俺はもうこれ大好き、はい、ということで、ね、皆様も食べてみてください。ビバリーヒルズブランジェリーでした。食べてほしいフードはこちら。あ、よいしょということでね、ほら多分ね、ルイズでピザを選ぶのってさやか初めてやと思うね。そうやな、うん、それでも早速いただきたいと思います。さやかさ、結構チキンに対して厳しいとこあるやん。ちょっとでもギシってしたらもう鳥肌もうギシっていう音が無理なんよ。ギシがもう鳥肌いや多分この引っかくのが無理なんていうか一緒なんよね。そうなんやな。あゴロゴロチキンがやっぱり美味しい。美味しい。うん、いやなんかチキンも全然ギシはないです。うん、あそうなんや。もっちりというか、うんうん、ほんまにチキン。うん、これねなんか味伝えるのめっちゃ難しいけど。そうやね。これ結構ねスタンダードなようで、うん、スタンダードじゃないところがあるんやな。ただ一、うん、つ言えるのは、はいはい、なんかめっちゃ濃いの苦手やねんけど、はいはいはい、濃そうで、うんうん、濃くないって言ってもちょっと濃いんやけど。うん、全然さやか食べれる濃さやねん。あれはちょっと伝われないよまあでも言いたいことは分かる。どうやって伝わるんやろ。なんか濃さのねベクトルがちょっと違うんよな。しこの赤い実があるやん、あれがねちょっと甘さ引き出してくれて。そうやな、めちゃくちゃ美味しい。これ赤い果実がとてもいいアクセントになってます。ちゃんとお野菜の味もって、うんうん、チーズもたっぷり乗ってて。そうやな、やっぱ何よりも見た目がいいよね。うん、いい、うん、鮮やか、うんとにかく美味しいので、うんね、皆様ぜひ一度ね、あ、これこのことかみたいな感じで食べていただければすごく嬉しいございます。まあ割と老若男女系なんで、誰にでもおすすめできるピザなんじゃないかなと思います。美味しい、ね、ではお次どうぞどうぞ。ゆうこんち、どういう顔なのそれ。もうスタートのあれがわからない。はい、よろしいですか。はい、クラムチャウダー初めて。俺どっちも初めてやる。そうだよね。いきます。はい、湯気病。湯気病、まあさっき開けたからもうすでにごめんな、なんかあ、いいね、蔵から行く。蔵から行ってください。蔵から温まりたい。多分ちなみに蔵好きな。これ初めて食べるかも、これクラムチャウダー自体、うん、匂いが初めての。ああ、これここのね、クラムチャウダー、うん、すごい横にギャルみたいな人がおる。あ、ずっと携帯いじってる。はい、いただきます。やば、具がでかいよね、ほんまに。うん、めっちゃうまい。うまいよな、うん、アサリ入ってんねんな、これ。そうやって、クラムチャウダーはアサリ入ってるもんや。そうなん。めっちゃうまい。ではいただきます、はい、初めてのハニーマスタードピザです。はい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 、やっぱ今年のユニバは初めてだらけ。俺の反応みんなやめてもらっていい。そんなツッコミじゃオフ会やっていかない。あ、ほんまごめん。いただきます。あー、だからベーコンのとこから。あ、これ乗ってんのは何なん。ベーコン&なんかフライドポテトをね、ト焼いてる、ベイクドポテトになってる、それをハニーマスタードでみたいな。うん、そうそうそう。いただきます。あ、粒マスタードの味もするっていう感じです。先っぽしか食わんリッツスターの CM ぐらい先っぽしか食わんやな。
もう上手かったらとりあえず違うとこ見るもんな。ちょっと泳いできていい？逆にな。今日な、うん、めっちゃ並んでてん。あ、並んでたね、うん、めちゃくちゃ。めっちゃ多分俺20分ぐらい並んだじゃん。はいはいはい、はい、20分並んでも、うん、もう食う価値あるぐらいうまい。そうやね、めっちゃうまいよな。これなんかさ、ほんまにここでしか食われへんやん、このピザって。生地もそうやし、味もそうやし。確かに確かに、デニッシュ生地っていう。そうやね。前何やったっけ、これの前。前はね、マカロニの後にツナと桜エビが挟まって、あれも美味しかった、ね、挟んで、ね、うん、でこれに変わって。でもよかったね、わがちゃん、照り焼き以外も食べれるの。そうなんよ、声を大にして言いたい。これはマジで桜エビ食われへんかったもん、アレルギーで。ほんまにこれうまいわ、ね、あのおすすめする理由がわかる。これあの歌舞伎。最近ちょっとワンピース和の国編よう見てるから。見えてるんだけど、見えてない、もう顔見えてない。ゆうこんち、はい、お次はこちら。よいしょー、ワンダーランドに来ました。はい、ホットチョコレートでございます、はいはい、こちらはさやかのすごくお気に入りなんですけど、はいはいはい、普通のホットチョコレートと何が違うのかと申しますと、はい、この上のクリームなんですよ。そうやね、はい、クリームがいちご味でございます。いちご味やね。いちご味のクリームの上にいちごソースがかかっておりますので、はいはいはい、いちごいちごしてるね、はい、そうなんよ、うん、いただきます。はい、おいしい、めっちゃおいしい。いいですね。上のね、クリームめっちゃ普通に冷たいね。ああ、そうなんよね、それもいいよな。前これ食べた時にね、ああ、この上の何ですかみたいなコメントがあったんですけど、はい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 、正直私もよくわかりません。ちょっとあんまり好きじゃなくて、はい、飾り、はいはいはい、うん、ちょっと歯にまとわりつく系のやつです。チョコレートじゃなかったんよね。なんかわかる人いたらコメントください、はい、で、中にはマシュマロもちゃんと入っております、はい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 、これ温度感がすごくいいよね。暑い、本当に暑い、クリームが邪魔してちょっと急に暑いの入ってくるかもしれないんで、ちょっとそこは気をつけていただきたいです、はい、で、混ぜるともっとまろやかになって、はいはいはい、イチゴの風味がちょっと増してとっても美味しゅうございます。マジで大好き。めっちゃおすすめです。めっちゃおすすめです。皆さんも飲んだらコメント待ってます。はい、はい、ではお次どうぞ。ゆうこんち。Snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special. はい、ということで、まあ、毎年ね、人気のクリスマスチュリトスでございます。まあね、クリスマスチュリトスといえども、まあ、グラマシーパークのフロスティのチュリトスでございますね、はい、でおすすめでございます。ちょっとお母さん食べたことない味見してもらっていいですか。楽しみやね。ちょっと抜くいんの。あ、ほんま、あ、そうそうそう、久しぶりちゃうの、チュリトス自体が。優しい、触らせてくれるんや。触るだけ。普通触らせてくれ。そうそうそう、普通な、普通ね、触らせてもくれ。すごい優しい気分。優しい。めっちゃキラキラしてるな。うん、おもむろに食い出すからな。カメラも追いついてなかった。外はパリパリ、中はしっとり。うん、そうなんだ、綺麗やな、うん、でも見た目より甘くない。そうなんよね。そうなんよね。そうなんよね。でもその味ってほんま人それぞれやから、俺にとっては全然その甘さ控えめで美味しいっていうのもあるから、うん、あえて言わんかったよね。でもお母さんも言ってくれたから、まあそういうことなんよね。俺もなんか見た目さ、すごい甘ったるそうな感じやねんけど、控えめなんよね、割と。そうそうそう、うん、甘いの甘すぎちゃうね。うんうんうん、でもいける、これ。そうなんやな、だから俺もこれ一本ペロです。後に残れへん感じ、うん、そうなんや、うん、すごいね、でもキラキラで、キラキラ、かわいい、ほらほら、かわいい。あ、水色と白、いい。食感結構よくない。食感
食感結構よく、うん、誘導尋問か、このことでしょうね。何もついてない方食べてもいい。ああ、いい、うんうんうん、違うか。ってめっちゃめっちゃこぼれてんけど。まあでもこう普通コロナの方せえへんから。まあね。はい。ゆうこんち。はい、ということでおすすめのやつ皆様にシェアさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この中でもしね、今度行った時食べてみようかなと思ったやつ一つでもあれば、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、はい。まあ僕はね、これ全部今回見ていただいたやつはもうほんまにおすすめなんで、よかったら食べたいよというコメントお待ちしております。まず感想教えてください。教えてね、はい。じゃあせーの、バイバーイ。ちょっとパレード見たかった。もう撮りすぎちゃったね。まあ、バラ巻きとかの動画も出る予定なんで見てください。